日本道路交通情報センターの奥村さん、お願いします。はい、首都高速道路は湾岸線の西行きが事故のため渋滞しています。湾岸線の大黒ジャンクション方面向かう西行きは鶴見翼橋で車4台が関係する2件の事故のため、空港中央まで15キロの渋滞です。大井ジャンクションから大黒ジャンクションまでの所要時間は1時間30分です。中央環状線の港北ジャンクション方面向かう内回りは、千住新橋を先頭に船堀橋まで12キロ渋滞しています。6号線の下りは堀切ジャンクションを先頭に、江戸橋ジャンクションを過ぎて、都心環状線外回りは三宅坂ジャンクションまで、内回りは銀座まで渋滞しています。高速道路などの状況です。千葉の京葉道路は上りが貝塚トンネルで6キロ、花輪インターで6キロの渋滞です。東関東道は上りが湾岸市川インターで4キロ渋滞しています。常磐道は上りが三郷ジャンクションで6キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面向かう内回りは川口東インターを先頭に16キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。